1時間で戻ってこれるところだったらどこ取りに行っても大丈夫です。撮影をしているのは富山情報ビジネス専門学校モバイルビジネス学科の学生たちです。この日は1年生11人が射水市の海王丸パークを訪れ、学校から配布されたタブレットを使って思い思いにハンセン海王丸や新湊大橋を撮影していました。海ボスは地元の海や周辺の地域を写真や動画、イラストを使って楽しく PR するイベント。この学科は3年前から作品を応募しています。海王丸パークのこのハンセンとか、この海王丸パークに来てじゃないと見れないものを中心に撮ろうかなと思ってます。今回撮った写真や動画は15秒以内にまとめて SNS のインスタグラムに投稿します。海王丸と新湊大橋を一緒に入れたくて撮りました。なるべく手ぶれをなくすように心がけています。あまり来ない場所を撮影できたのでちょっといい経験になりました。授業では撮影した動画をタブレット型のパソコンで編集します。BGM や字幕などそれぞれが工夫を凝らし、仕上がった作品の発表会が行われました。インスタの部では3つのテーマ、この海に来て、海を守りたい、美味しい海から選んだ作品をエントリーします。やっぱり海とかあまり興味ない人とかもいると思うので、この動画を見て少しでも海にお好きになってくれたらいいなと思います。得意なこととかを生かしていろんな人に SNS などを通して広めていくことが大切だと思いました。海と日本、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。